サッカー選手って、体の前に筋肉をつけたらもうアウトなんですよ。ほう。どちらかというと、後ろの筋肉が発達してないと、サッカー選手として発揮できる技術っていうのは発揮できないんですね、基本。へえ、それなんでなんですか？それは、前についてると、動きを読まれるんですよ、基本。相手見て、動くスポーツじゃないですか。けど、前の筋肉が、例えば、太ももとかが発達、もも前とかが発達してたりすると、そこ主導で動くってなったら、そこがまず力むんですよね。グッて入るんで、その瞬間に、あ、動くってわかるじゃないですか。そうするともう遅いんですよ。動きがバレてるんで。なので、基本は裏のハムストリング主導で動かなきゃいけないんですよ。すげえ、そんなこと、すごい。そう。なので、なるべく太ももの筋肉、特にもも前の筋肉っていうのは、削いだ方がいいです。動きとかの制限とかもかかりやすいんで、太もものもも前が発達しすぎると、膝の可動域とかも、膝、正座とかできない人とかやっぱいるんですよ。もも前の筋肉がやっぱ大きすぎると、膝って完全に曲げられないじゃないですか。ってなってくると、関節にそういった制限がかかると、どうしても動きに制限がかかっちゃうんですよね。可動域に。ってなってくると、そのパフォーマンスにも制限がかかってしまう。面白い。なんですよ。で、一流の選手とか見てると、ふくらはぎめちゃめちゃ細い人多いんですよ。で、足が基本細い人が多いですね。男子のサッカー選手とかでも。確かに言われてみればそんなゴツゴツしてなかったりするのによくこんなに力強いなとかって思ったりするけど。けど、アメリカのサッカー選手って、もも前めちゃくちゃついてる人多いんですよ。やっぱり美しくないんですよ、私的には。美しい体型じゃないです。あと、ケツが発達しすぎてるとか。だけど、そういうのがちゃんと、無駄な筋肉が削ぎ落とされて、ちゃんとスッとしてる人っていうのは、サッカー的な動きも美しいんですよ、やっぱり。私、そういう選手は考え方もちゃんとしてる。だから、なるべくしてその体になってるから、なってそれをるっていう、作っていそく思考があったりとか、それを使って行動するってのも美しいしって感じで、全部が整っていってる。まあ、要はその体を作っていく過程の思考もあれば、その体を使って何をするかっていう、ちょうど基本となる部分が、しかもそれがメディアとして機能してるってことですよね。見てると、完全に、あ、この体ってことはこれを作り上げた思考を持ってる思考ね。があるって、偶そう。然はできないよねみたいな感じになってるわけですね。並々ならぬ日々の積み重ねがあるよねみたいなことをそこから読み取そるわこけでかすらね。ですね。はい。すプラげえス、な。まあ、遺伝的なものも私ももちろんあると思もちろんうんね、です。もちろん。骨格とかどうしようもないですもんね。だからそういうそこれと言っはあてるるわんけでじゃすなけくてね。ど、筋肉の姿とかを見てて、あ、この選手は成長するなとかわかりますよ、もう。こいのや、人すもうお前、ごい。もうお前発達してしすぎてるからもう無理だわとか。すごい、それは。初めて聞いた。それ結構常識ですか？サッカー選手の中で。ちゃんと深く勉強してる人は常識ですね。けど、そこは最近でも少しずつ浸透してきてるとは思いますけど、私がこのメソ、あの考え方に出会ったのは、8年ぐらい前ですね。で、それで結構本とかも読むようになって、体の。日本人の体とか、そのサッカー選手の体つきとか、確かになっていう、納得するものばかりで。で、そこから体のことやっぱ知るようになってた、なっていったんで、その、意識とかも含めて、あと内臓とかも含めて、だから、結構それで人を見るようになったかもしれないですいやー、すごいなね。ー。あるよね、やっぱそういうのって。いや、あるんですよ。私ももう前めっちゃ筋肉ついてたんですけど、意識を変えたんです。もう、もも裏にとにかく意識を向ける。もも前を使わないようにしてプレーする。って言ったら本当に筋肉落ちてたんですよ、もも前の。使い方とか使うところが変わったからってことか。変わったからです。で、だから使わなくなるところってやっぱ筋肉落ちるじゃないですか。だから意識次第でそれってコントロールできるものだっていうのも体感として実感してるんで。だから人を見るときもそういう目でやっぱ見ちゃうんですよ。
この人の意識全然してないんだなとか、ここに意識がいっちゃってるんだなとか。いやー、そうか、面白いな。ちょっとなんか、しょうもない例でいくと、30代、僕37なんですけど、37ぐらいになったら、はい、ちょっとね、ビジネスパーソンとかでも、なんかね、お腹の周りが、こう、メタボリックになってくるみたいなのが、はいはい、そんなに太ってないけど、お腹周りだけこう、肉が乗ってるみたいな体型とかよく見るんですよ。なんかそういうのも、なんかね、ふわっとだらしないな、とかって思ってたんですよ、なんか。うんうん、でも、まあ事情もあるなとか、その仕事上こうとかあるのかなとかわかんないけど、その人の事情があるかわかんないけど、うん、体型としてはあんまだらしないなと思ってて、うん、僕は、うん。うん。なんかそんなのも分析できちゃうんでしょうね。大体でも座ってる人たちは、座ってる姿勢が悪いと、まあそこに溜まりますね、肉は。うん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 。座ってる時も意識を上の方に保っとけば、多分お腹の方には肉はつきにくくなると思います。姿勢がいい人は、たまにいますもんね。デスクワークの人でも。だから、相当、やっぱ意識して姿勢を。してない。はい。やってるんでしょうね。ちゃんとした姿勢でやるとか、はいはい、立って仕事するとか、ジムに行くとか、やってるんだと思うんで。姿勢がやっぱね、そんなに、こう、直接重要視されないから、みんな意識が向かないがちなんですけど。でもそこが全てを語りますよ。そう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 。っていう話だからさ、今日の話は。はい。結構衝撃ですよ、僕。体気をつけようと思った。意識で全部変えられます。でも、それはあれですよね。小さな意識の積み重ねで、そうです、そうです。話をしてますよね。今、はい、その瞬間意識したからっていうことでは言ってないですよね。じゃないです。はい、うん。その意識の頻度が大事です。うん、うん、うん。人間って1日の9割ぐらいは無意識に過ごしてるじゃないですか。うん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 、その割合をいかに意識の割合を増やせるかどうかです。うんうん。だから座ってる時とかも、あ、自分意識ここにあるとか、ふっとした時に、うん、あ、意識ここにあるみたいな。うんうん。意識ここにも置いてみたいな。そういうことを意識する頻度を上げていけば上げていくほど変わる速度は上がっていきます。そうですよね。確かに。うわー。しかもその無意識こそ、過去の積み重ねたものの、そう。延長線上でしか動かないから。延長線上です。はい。変えようと思うと意識するしかないですよね。はい、ないです。はい。うわぁ。うわぁ。でも意識するって、脳疲労がすごいんで、寝れなくなります。うんうん、最初。そっか。まあそうですよね。私は最初やり始めた時、全然寝れなくなりましたね。まあでもそれを乗り越えると、僕、猫背なんですよね。直したいんですよね。あ、猫背だ、ばすぐ直すみたいな。今もずっと猫背で喋ってました。ダメです。背筋伸ばしてね。なんか姿勢がいい人いいなって思いながら、はい、なんか自分猫背だから、ずっと肩がこう、入ってるんですよ、前にこう。あ、もう。私も猫背でした、基本。そうですか。でも、変わりました。すごいね。ずっと猫背だったんですけど。やっぱね、姿勢がいい人にはやっぱオーラがあります。あるね、あるある。それはわかる。そのオーラにやっぱ惹かれるんですよ。だからそれがファーストインプレッション。いや、姿勢はあるよ、本当に。めちゃくちゃ説得力上がりますよね、姿勢がいいだけで。うん。でもね、姿勢とか筋肉とかが、いや、その長瀬さんレベルで、分析できてないからだと思うんですけど、はい、姿勢とか筋肉がすごく整ってても、なんかうさんくさい人っていません？いますね。その道具としてそれをやってる人みたいなのがいるじゃないですか。はいはい。なんか、ほんとメディアとしてやってる人が、意識しすぎてて、はい、うさんくさいみたいな。はい、あれはどう、なんでわかるんだろう？なんでわかるんだろう？なんで感じるんだろうっていう。ああ、そこの言語化は難しいですね。難しいですね。直感的にでもわかりますよね。わかるわかる。めっちゃ姿勢いいし、めっちゃ筋肉も、なんていうの？整えてる？はい。美しい感じに。うさんくせえなーみたいな人いるじゃん。やっぱ眼球ですよ。眼球か。ここで眼球か。眼球の開き具合とか。開き方が嘘くさいってこと？うん。開き方が嘘くさい。うん。それもあるかもしれないですね。眼球の開き方が嘘くさいって面白いな。どういう状態なんだろう。
あと大体その見た目を良くするためにつけてる筋肉と機能性を重視してつけてる筋肉ってのはまた違うんで。はい、なるほど。なので、見た目筋だけをこうつけてるような人たちってのはうさんくさいですよね。まあ、なんか見た目に重きを置いてんだなってのがバレてるってことか。はい、そうです。ああ。だから人のこともそのように判断するんだろうするなっだてころうとなっがていう。わかるみたいです。まあ、もうやばいな。体やばいな。体やばいっすね。これちょっ体はと、真実を語りますね。意識、なんだろうな。みんな多分、それなりに思ってると思うんですよ。自分の体について、よっぽど意識してる人以外は、もうちょっとこうだったらなーって思ってると思うんですよ。確かに。でも、まあ、忙しいしなとか、しんどいしなと思って、後回ししちゃう。僕もそういうとこありますけど、そこまでの情報量を発信し続けてるって思うと、結構緊急性変え高いでたすよ方がね。いいっすよ。ねえねえ。やば。恐怖やん。皆さん、恐怖に怯えながら生きるのがいいですか？それとも、今すぐに意識を変えて、発信する情報を変える人生を選びたいですか？いやー、そうですよ。なんかね、SNS で、なんか映える写真撮ってる場合じゃないですよ ね。ないですよ、本当に。どちら、そういうのしてる暇があったら、筋肉美とか撮った方がいいですよ。ねえねえ。うわー、これ結構、ないなー。しかもこれ、筋肉をつけましょうみたいな話じゃないのがやばいですよないでね。すね。そうなん自ですよ。分の思考が体に出てますよっていうことを言われてるそから、ういう話です。なんていうの、ただ運動すればいいみたいな話でもないから、もう恐ないろでしいこすとですね。よ。わあ、今、恐ろしい話をしちゃいましたね、今日は。僕の中ではね、過去最高に恐ろしい話してますよ。どういう人間であるかが、もう体見ればわかりますって言われてるから、どういう人間で、しかもあったかということの成績表としての体だから、そうですよ取りね。繕えないみたいなことを多分言われてあるから、はい。今日から一歩一歩積み重ねるしかないみたいな、はい。まあ、心理なんでしょうけど、そう。私もそういう意識で生きてます。ねえ、っていうのを今日から持つ人、僕含め今日から持つ人ですので、今日からかと思いますよ。0日目だな、みたいな。今まで何も積み重ねてない、みたいな恐ろしさがある。恐ろしさありますね。それは恐ろしいわ。はあ、皆さん頑張ってください。いや、ちょっと、はい、頑張っていきたいなと思います。そうですね。ファーストインプレッションはまさに体と眼球ですね。眼球をこう開いて、こうぐっと入れる感覚ありますか？わかりますか？開いて、こう、上の、う、は、まぶたをこう眼球の上に乗せるみたいな感覚。まぶたを、はい、眼、はい。ちょっとできないけど。それをやると、ここがめっちゃ開くんです。鼻の穴、ここの、鼻孔って言うんですか？そうすると、鼻呼吸をしやすくなるんですよね。確かに。で、鼻呼吸っていうのは体内にあったかい空気を吸い込むので、内臓にもいいです。なので、これはすごく意識した方がいいです。で、頭をこうスッてするんで、パッてちょっと開くんで。で、意識して眼球を開いてまぶたを乗せるっていうのを、心理に数十回やるといいかもしれないです。あと、話すときとか、人と。あと、カメラに向かって話すときとか。僕、口呼吸なんですよ。あ、そう、口呼吸だと冷たい空気がやっぱ体に取り込まれちゃうんで、風邪とかも引きやすいです。ねえ。体調崩しやすいです。口の中も乾燥するし、喉とか、ね、乾燥して、ウイルスもね、なんか繁殖しやすいとか言うし、口閉じて鼻呼吸の方がいいって言いますよね。それも意識で変えられます。マジか。いや、鼻呼吸の、なんていうの？コツを初めて聞いたかも。僕、鼻呼吸しろってずっと言われて、口呼吸ばっかしてたから。あともう一つコツがあります。何？舌を上顎につける。舌を、顎をつける。顎につける。口を閉じたまま舌を、
下を上あごにつけると、うん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 、口呼吸ができないんで、自然と鼻呼吸になります。なるほど。で、眼球を開いて、まぶたの上に置いたら、うん、もう、口呼吸できないじゃないですか。喋れもんなかった、喋れなかった。鼻呼吸できますね。マジか。すごい。体のことをいろいろご存知で。なんか知ってるようで。さすがアスリートですね。ねえ。ちょっと鼻呼吸は僕、はい、できなかったんで。これはすぐできますよ、うん、これは。練習します。はい。練習します。鼻はちょっとマジで、やりたいけど、なかなかやり方がわかんなかったんで。ぜひ使ってください。はい。じゃあちょっと、ファーストインプレッションはこんなとこですかね。はい。はい。というわけで、番組のご意見、ご感想、こんなテーマで話してほしいなど、ハッシュタグシソフレをつけて、ぜひ、X、旧ツイッターに投稿していただけると嬉しいです。それではまた来週。さよなら。さよなら。いや、でも筋肉っていうか、体で分かるみたいなやつは、結構衝撃ですよ。はい、漠然と多分みんな思ってると思うんですよ。太ってる人がだらしないとか、いう風に見えるみたいなのを。でも、そういう解像度で話しちゃうと、ルッキズムみたいなのになっちゃうじゃないですか、割と。捉え方として、太ってる人だらしないみたいになっちゃう。はいはいはい、でも今日の話ぐらいまで行くと、そうだよなって思うんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。だから注意した方がいいですよ、本当っていう。ねえねえねえ。私も注意するようになったんですけど、それを知ってから。うん。恐ろしいわ。うん。今日から頑張ります。意識して。ぜひ、ちょっとその変化を報告してください、また。はいはい。ちょっとね、なんか、漠然と運動するようになったぐらいで、走ったりは、なんするようになったりとかしたんだけど、はい、あんまりそのどういう体になるみたいなのはなくて、単純に体重を、はいはい、僕が持ってる体重ぐらいまで落としたいなぐらいしかなかったんですよ。けど、じゃあ走ってる時とかもその鼻呼吸を意識するだとか、その走ってる時に意識を上の方に置いとくとか、下じゃなくて。鼻呼吸で走れるんですか？はい。走れます。呼吸困難ならない？そんな早く走れなければ。ああ、へえ。じゃあ鼻呼吸で走ればいいんだ。うん。OK です。それも。とか、やってると体型多分変わっていくと思います。体型がその鼻呼吸で変わるって何でしたっけ？どういうことでしたっけ？基本的にその代謝が良くなるんで、鼻呼吸をすると暖かい空気が体内に飛び込まれるので。代謝が良くなるんだ。代謝が良くなるんで、風邪も引きにくいですし、代謝も良くなるし、で、意識を下じゃない、体の下じゃなくて上の方に置く。感覚でトレーニングするとか、すると体型は変わると思います。やってみます。それ、いいこと聞きました。